はい、ということで皆さんどうもこんにちは、まるですくる。今回なんですけども、僕いつも生放送とか荒野行動やってるとめちゃめちゃ相談来るんです。どういった相談が来るかっていうと、荒野行動上手くなるためにはどうしたらいいんですかと質問するところがね、ちょっとね、悪いと思ってて、僕現役プロでも、荒野行動上手い人でも別にもうなくて、もう完全にネタワークでやらさせてもらってるんですけど、それでも結構ね、なんか圧倒的にそうやって質問が来るんでね、いつも返させてもらうんですけど、まあとりあえず荒野行動やればっていつも返しちゃうんですけど、実際僕じゃなくて、もっと上手い人たちにまあ聞いた方が、その答えが確実だと思うんですよ。ちょっと今回はね、こちらの方をね、迫っていきたいといったね、企画をやっていきたいと思います。まあ、題して、現役のプロ、もしくはストリーマーの上手い人たちに、荒野行動を一番何をしたら上手くなるのかを聞いてみた。基本的にこの今撮ってるのはアフレコなので、今、後ろで操作しながらこれ喋ってるわけじゃないです。さすがにそんな器用なことはできません。今日はちょっとね、喋ること全、もうメインに行こうと思ってるんで、よろしくお願いします。今回、たくさんの人に聞きました。今回ね、ちょっとお聞きした方たち、先に発表させていただきます。今回、協力してくださった方たちは、アブちゃん、ボーンさん、無限さん、フェイタンさん、常人組のアセくん、ミニゲさん、ライムさん、おまけに、ムカキンさんです。最後の、ムカキンさんに関しては、遊びです。はい。といえども AWL とかのね、もうリーグ戦の主催者なんで、もうリーグ戦を見てきてると思うんですよ。だからその主催者目線として何をしたらもしかしたら荒野行動上手くなるかもしれないっていうね、ヒントがいただけるかもしれないんで、今回ね 1% の希望がてらちょっと聞いてみました。はい、スズメの涙ぐらいの期待値なんですけどで、まあ、ここからはちょっとみんなに一回考えてもらいたいんだけど、実際みんなは何をしたら一番上手くなると思う？マジで俺ここがね、結構ね、考える、みんなが今多分考えてるじゃないですか。何をしたら上手くなるのかって、ここの考えがそもそもプロと合ってるかどうかっていうところも俺大事だと思うんですよ。やっぱりそのなんか努力の方向とかもそうなんですけど、努力することは間違いなく大事なんですよ。例えば射撃場でもう1日3時間4時間こもるって言っても、エイムをひたすら鍛えるとかっていうのも大事なんですけど、じゃあ大会で勝ちたかったら、まあエイムはもちろん必要だけど、じゃあ3時間4時間もエイムの練習が必要なのかっていう話とかになってくるじゃないですか。今回はそういうところの見合わせみたいなところもできたらいいのかなと思うんで、やばい、めっちゃ公認実況者まあ早速ね、みんなも予想立ったと思うんで、カリプロの目線からまあ言わせてもらうと、まあ僕は上手い人のプレイを見てもそれをただ真似るが一番だと思います。あ、で、そうなんですよ。今回仮説というか検証なんですけど、言っておきたいその前提条件があって、何をすれば一番何をすれば上手くなるっていう聞き方なんで、いろいろ例えばエイム練習した方がいいよ、立ち回り練習した方がいいよとかっていうのあると思うんですけど、じゃあエイムか立ち回りだったらどっちの方が大事っていう感じのもう一番を教えてもらう形なんで、みんなそれぞれ回答は一つだけもらおうと思ってます。とりあえず早速聞いていきましょう。はい、ということでね、皆さんからね、ちょっと回答をね、いただけたので、結構ね、面白い回答がね、ちらほらあるんでね、みんなには、ちょっとスクショとかをパッて出しながら、会話口調みたいな感じでね、紹介していきたいと思います。ってことで、まず最初に、まあ、多分みんなが一番最初に聞きたいところ、皇帝さんからいきますか。こうくんが、じゃあ、上手くなるためには何をしているのか。僕が、荒野上手くなるためには一番何をしたらいいと思う。皇帝さんのアンサーは、やっぱり上手い人とやることが一番大事なんじゃないですかね。いや、分かってる。もう一番最初から俺と回答が合ってる。だからつまり皇帝イコールマロだと、マロイコール皇帝だと、この方程式が多分今もう成り立っちゃったんですよね。まあこうやうまくなるためにはやっぱ上手い人とやることがやっぱ一番いいと思うっていうまあ回答でしたね。まあそりゃそうだよね。もうね、たくさんね、いろんな人に聞いてったんで、どん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 ね、ちょっと言っていきましょう。続いてはフェイタンさんに行きたいと思います。荒野上手くなるためには一番何をしたらいいですかね。そちらの回答に関しては、上手い人の配信を見て動きを学んでプレイ時間を増やす。まあこれに関してもまあもうほぼ同じっすね。皇帝さんと同じで、まあ、上手い人の配信を見て動きを学ぶと。で、そこで、まあ、学ぶだけじゃ、その、学習はしないんで、プレイ時間を増やすと。荒野行動やる時間を増やすっていうことも大事だよっていう、まあ、基礎中の基礎っすね。まあ、なんかみんな結構同じような回答だったんで、こいつやっぱちげえなっていう回答が来たんで、その方を紹介していきたいと思います。その方はですね、ボーンさん。僕はこうやって聞きました。荒野上手くなるためには何が一番必要だと思う？金。
こいつな。まず僕が最初に出てしまった発言、返した発言がこちら。だる。シンプルにこいつだるいなと思って。そしたらまあ真面目な回答がその後返ってきたんですけど、その回答が、まあ上手い人とやることや、上手くなるためには上手いやつとやる、それだけやって言っても、彼は去っていったと。やっぱここもまあなんか似たような感じで、まあ上手い人とやる、まあ上手いやつとやるみたいな感じらしいです。はい、次はね、常人組汗くんですね。汗くん、こうや上手くなるためには一番何をしたらいいと思うって聞いたら、汗くんの回答はこちらです。自分がこうやをしていて上手くなってきたかもと実感できたのは射撃場なんですけど、上手くなるために一番何をしたらいいというよりも、俺的には誰よりも数多くプレイすることが大切だと思います。大切ですね。大切なんて言葉はありません。大切です。そこにプラスで自分が最強という、まあ強い気持ちっす、わらわらとね。なんか汗くんらしい気持ちっすってね、もうこのなんか汗くんらしい文章なんですけど、それだなと思うのが、やっぱ共通点としてはまあプレイ時間誰よりもやるっていうところと、あとここめっちゃね俺新しく大事だなと思ったのが、最強の選手にその通ずるところって圧倒的自信なんですよ。コデさんとかもそうだし、それこそボルさんとかみんなで言ったら分かりやすいように、ボルさんとかはもう俺が一番強いみたいな、だからこそそのすごいいいそのプレイを出せるっていう。自信家の人たちってやっぱプレイに迷いが出ないんで、多分大会とかって迷いが出た瞬間にもう終わると思うんですよ。基本的に一瞬のその迷いのない判断を出すこととかっていうのも、そのやっぱり自信から来ることだと思ってるんで、自分最強だと思ってる時の方がいいプレイがやっぱできる。なんでそうやって強く自分の気持ちを持つのはやっぱ上の選手の人たちからしたらやっぱ大事なことらしい。次はですね、ライムッチにも聞きました。ライムッチ、こうや上手くなるためには一番何をするのがいいと思うって聞いたら、ライムッチはこうやって言ってました。感度は自分に合う感度なんですけど、自分的には加速オン77、81にして視野角00にしてゲリラいっぱい出て生存意識したらいいと思います。あと味方の位置とか見れるようになったらめっちゃ強いと思います。もうね満点。もうね満点回答ですね。一番は何っていうのに対してもう欲張りセットでもうすごい返してもらえたんで、モサの中でもライムッチとだけはなんかあんまり打ち合いたくないって言われるぐらい、ライムッチはねやっぱ強い人なんで、打ち合いも強いし、多分立ち回りも強い、普通にフローラーの現役の選手なんで、プロの選手なんで、だいぶね参考にできると思う、これに関しては。まあ僕的にはあくまで感度はやっぱりもう各々個人がその好きな感度を選べばいいのかなと思うんで、自分に合う感度を見つけることがやっぱ大事だと思うんで、まあ感度に関してはまあ人それぞれかなっていう意見ですね。次はミニゲさんです。こうや上手くなるために一番何をしたらいいと思うに対してミニゲさんはこうやって言ってました。モサと絶対にゲリラ回る。だからまあ要するにまとめると、まあ強い人と一緒に回ってその立ち回りを学べと、これに尽きるっていった感じでしたね。じゃあ次アブちゃんいきますか。こうや上手くなるためには何が一番必要だと思うに対してアブチンはこうやって言ってました。経験ですなあ。とモチベーション、結構ね多分ね、アブちゃんフィーリングタイプ。だいぶ天才タイプだと思ってるんで、僕も彼はね気持ち大事だよみたいな、経験値ともフィーリングが大事だよみたいな、そういう感じだったね、モチベーション。ちなみに経験はゲリラとかっていう風に聞いたら、いえ自分が目指しているところですねって、競技シーンを目指しているんだったらゲリラが一番模範だし、見せるプレーを目指しているんだったら野良で好きなだけ経験を積むだけっていう、まあね、すごいいい意見がもらえました。だからまあプロとして目指している、大会勝ちたいなって人はやっぱゲリラ当てて、学ぶと。けどカジュアル層で YouTuber とかそういう映えたそのクリップとかキルシュをなんかすごいうまく作りたいよって人は通常マッチとか行ってそこで学ぶっていうのがやっぱ一番いいのかなっていう、そういった回答でした。はい、すごい今日真面目、すごい真面目くん。こういった動画も意外と面白いのかもしれない。なかなか聞く機会ないもんね、みんなこういう話を。続きましては無限さんです。こうや上手くなるためには何をすると一番いいと思いますかって聞いたのに対して無限さんはこうやって答えました。毎日ちゃんとやることかな。あとは立ち回りとかちゃんと考えながら動くこととか。あー、俺本当にみんなに結構当てはまるんじゃないかなと思って。そもそも無限さんって、まあそれこそ一般の人よりは全然上手いんですけど、そのじゃあ実況者の中とかでやったら、じゃあ上手い人だったのかどうなのかって言ったら別にそうじゃなかったんですよ。けど最近はなんかそれこそ多分みんな知ってると思うんだけど、ピーク戦4000に行くまでずっと回ってって、で最近それをもう達成したんですよね。
で、ピーク戦4000っていう数字ってマジで普通にその周りが強かったらいけるとかっていう話じゃなくて、自分自身も強くないといけないと思ってるんですよ俺は。そこを無限さんが達成してるから、そう、上手いっていうポジションじゃなかったところから上手いっていうポジションに行ってるから、みんなこれマジで参考になると思う。じゃあね、まあ最後におまけのムカキンさん、ちょっとまあ見てみますか皆さん。おまけのムカキンさん、ムカキンさんに荒野行動上手くなるために何を一番すればいいと思いますかって聞いたのに対して、ムカキンさんはこう返ってきました。この質問を俺以外にしないやろな。下手な実績ない奴らに聞いても意味がないからやめときや。ほな本題に走ろうか。荒野が上手くなるために一番大切なことは、言えるかこれこんなん使えんから、とりあえず最低なこと言ってることだけはもう覚えててくれればいいなと思ってます。今回はですね、まあ、こんな感じで一通りね紹介させていただいたんですけども、結構ねこういった動画僕あんまり出してなかったんですけど、みんな結構好きなんじゃないかなと思ってね、新しい試みでやってみました。あんまり聞く機会もないと思うし、それこそ上手くなりたい人たちってやっぱたくさんいると思うんで、そういったところでね、上手い人ってどういうことを考えてたりとか、どういう練習をしてたりとか、どうしたら上手くなるのかっていうところが聞けたのが今回の動画のめっちゃいいところだと思うんで、皆さんこの動画がねぜひともねいいな、またやってほしいなと思う方はぜひともチャンネル登録&高評価よろしくお願いします。ってことで皆さん、またバイチャー。